はい、どうもアルバロです。今日はですね、クラッシュロワイヤルをお送りさせていただくんですけども、こちらのバーボンさんのリプレイでございます。はい、低コストイライラデッキということで、なんかイライラ棒とかの、そのなんかちょっと懐かしい、イライラって懐かしいです。はい、こちらのデッキでございます。コスト平均コスト 2.3 ということでね、このねちまちまデッキですよね。これがね、面白いんじゃないかなと思います。はい、さあご覧ください。なんだろうこれ、攻撃のメインはアナホルシとミニペッカなのかな。うん、なんかねこう敵はジャイポイズン、かなりねテンプレな感じで攻めてくるんですけれども、もうあなんつうの、綺麗に対処していくんですよね。まあ、もちろんこれプレイスキルが相当必要なデッキとはなるとは思うんですね。もちろん、低コストデッキってのはそもそもがねプレイスキルがね非常に重要なデッキだとは思うんですけれども、このようにもうなんだろうな、こう敵のね重コストユニットに対してもう絡みつくように低コスト軍団が、これ結構うざいですよね単純にうざい。ジャイアントもね、まあミニペッカーの、ね、攻撃もありあんまりたどり着かないという感じなんですけども、そして右側ねミニペッカーに、対してはこのスイッチコスト1のスケルトン、この絡みつく感じ、低コストのやつらがこれかなりねうざいですよね実際さあここで、プリンセスが相手出てきた瞬間にアリーナタワーと絡めて打てるように前の方に出してプリンセスを打ってくると、それによって多少の位置もチクチクでねこうどんどん与えていくという感じなんですけども、さあ右側ミニペッカー、そして左側マスケットはね体力少ないですね。さあここでまたコスト1のスケルトン、まあ敵もねちょっとねこれね安易に出しすぎなのかなと思うんですけれども、こちらの低コストってもう大体、1周ぐらい回ったのかな、低コストって分かるのにちょっとミニペッカー単体で安易に出しすぎかなとは思うんですけれども、まあこのようにしっかりと機能しておりますよね。さあここで縦の戦士に対してはコスト2のファイアースピリットと、さあ出ました、ぴょんぴょんぴょんということでね、これ結構なんだろうな きついデッキというか、相手にしたくないですよねこう低コストデッキって基本的には。さあここでっていうかバーモンさんプリンセスレベル3なんだ、すげえ強い。さあここでなんだっけこれキー丸太出て、こうジャイアンもポイズンなんていうのあれですよ、スケルトンとミニペッカで勝利していくんですよね。でこのようにあるなんかこう気づいたら落とすみたいな地道に与えていくようなデッキですけど、ファイヤースピリット、アイスピリットもめちゃくちゃ強いですよね、このスピスピとかいいやつ。気づいたらこう致命的なダメージはないにしろこう気づいたら落とすっていう、そしてあとはね敵のね攻撃こうなのエリクサー2倍タイムに対してまあエリクサーポンプとかはね危ないのでちょっと潰していくような形なんですけれども、さあここでジャイポイミニペッカー、左は相当威力強力なんですけれども、これもねアイスピリットミニペッカー、そして左右からマスケットで追従策、マスケットではプリンセスでこう補っていくような感じですね。ちょっとまあ、ギリギリ残ったって感じでいくかな。はい、というわけでこうもう敵はねこうなすすべなくこうやられていくんですけれども、はい、よかったねこれちょっとね、なんだろう、ウルトラレア2枚入ってるんでちょっと厳しいかもしれないんですけれども、お持ちの方やってみたらいかがでしょうか。今回この感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。